はい、皆さんこんにちは。ミズピーのボーリングの部屋、本日は大阪にございますボーリングスペースヒットさんにお邪魔しております。本日はですね、こちらのセンターで1ゲームスコアをつけさせていただきたいんですけども、なんとですね、今日は同じ時期に始めた男 YouTuber 対決ということでですね、後輩なんですけども、加藤優也プロ、そして碧秀一プロ、それぞれ自分のセンターで1ゲーム同じようにスコアをつけております。僕たちは3人がスコアを知らない状態で、おそらく自分が1位になっているだろうというつもりでこれから一生懸命投げます。もし1位になりましたプロには、負けたプロ2人からお褒めのコメント動画を作るということで決まっております。万が一ですね、2位、3位になったプロはそれぞれが自身で罰ゲームを用意しております。僕はですね、今日今から投球いたしますボールを視聴者の方にプレゼントしたいと思います。まあ、負けないので差し上げることはないかなと思うんですけども、もし負けてしまった場合はですね、後ほどエンディングで応募方法を言いたいと思いますので、まずは負けないように一生懸命投球したいと思います。さあ、ランキング上位の2人に僕はどれぐらい食いついていけるか分かりませんけども、一生懸命投げたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは1ゲーム今から投げてみたいと思います。ご視聴よろしくお願いいたします。はい、本日使用するボールはストームのゴールデンゲート、大好きなボールですね。はい、こちらを使用したいと思います。さあ、はい、ストライクスタートです。絶対負けられない戦いですからね、もう失投でも何でもいいから倒してやりますよ。ボーリングスペースヒットさんはね、ずっと毎月通わせていただいているセンターさんですので、ごめんなさい、噛んじゃいました。はい、慣れております。よし、ダブルスタート、よしよし。すっげく緊張して言葉が出てこないんですけども、はい、相手がね、なんせ何勝もしているトッププロと、ジャパンオーカップですね、優勝プロですね、ノンタイトルの僕はもう胸を借りるつもりで投げておりますけども、さあ、第3フレーム、よし、出た、いけ、よーし、ターキー、危なかった。ちょっとね、オイルがキャリーダウンしているので丁寧に投げないと戻ってこないところがあるんですけども、コンディション的にはね、今出過ぎても戻ってきましたので、いわゆるハイスコア連だと思います。これで点が出なきゃいつ出るんだっていうような連ですね。はい、第4フレームいきます。さあ、視界出ました、来い、よし、おっ、あそこまでね、普段僕出して投げないんで、すごく怖いんですけども、いいですね、この調子でいきたいと思います。さて、第5フレーム。いきます。集中して。さあ、来い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 、よし、倒れた、危なかった、今天秤やばかったですね、角度がついているのでなんとか倒れてくれました。さあ、この調子でもうどうせなら全部いっちゃいましょう。レーンに幅を感じるのでこれは行くべきですね。さあ、第6レーン、丁寧に丁寧に、あー、打ちミスや、助けてくれ、あー、助かりました、危ない、ちょっとすいません、思わず吠えてしまいましたけど、はい、打ちミス
ボールが賢いです。なんとか6発続きました。さて、だいぶ幅ありますね、これ。こんだけ失投して全部ストライクなんで、ありがたい。おっしゃ、これいいだろう。よし、7連発。よし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 。これね、あるあるですけど、スペア残ると緊張するんでね、もう残ってほしくないですね。相手が相手だけに、このまま行きたいところですね。さて、第8フレーム、集中して、ちょっとスピードは出すぎたんで、今度はゆったり行きたいと思います。よし、抜けたスピード、よし、まあ、来ましたよ、これ来ましたよ、8フレームまで。どうしましょう、こんな重いこといくと正直自分で思ってなかったんで。さあ、9フレ、あー、えらいこっちゃ。あー、やってしもうた。あー、超チキンですね、今の。すごい、6本でしかも。これやってもうたな。このスペア難しいですよね。普段右投げ残んないですからね。さあ、取れるでしょうか。スペア全然練習してないんで、これ。取らないと致命傷ないそうな気がしますね。さて、丁寧に丁寧に。さあどうだ、よし取れた。さあもうカウント6はまずいんでね、これしっかりパンチアウトして270台に乗せないとダメでしょうね。さあ今の失敗を踏まえて丁寧にゆったりいきたいと思います。よし、来い。よし、来ました、もう一発。とりあえずもう一発。プロボーラーでますね。1回のタップは270、展開によっては2回失敗するとね、250台になってしまうんで、260、70になるとかなり有利な気がしますけど。さあどうでしょうか。集中集中、丁寧にゆったりいきます。あ、来い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 。あー、天秤、ここでこういうとこがシードから落ちちゃうんですよね。シードプロはここ絶対仕留めますからね。こういうとこ僕もメンタル鍛えて打ってんのに反省するような内容ですけど、ここのスペア大事なんでね、丁寧にいきたいと思います。さあ、丁寧に丁寧に。はい、OK。 よし、266、我ながらよく頑張りました。さあ、それではエンディングいきたいと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。266点、ビッグゲーム出ました。これで負けてないと思いますが、果たして加藤プロ、ヘキプロのスコアはどうだったんでしょうね。もし僕1位だったら後輩2人にお褒めの言葉をもらいますけども、2位か3位だったら今日使いましたストームのゴールデンゲート、ご視聴の皆様にどなたか1名様にプレゼントしたいと思います。まあせっかくなんで、もう僕この際1位でも出しちゃいましょう。はい、プレゼントしたいと思います。応募方法、思いついてないな。どうしようかな。はい、ではですね、私のツイッターをリツイート&フォローしていただいている方、そしてチャンネル登録をしていただいている方に、私から
ダイレクトメッセージを1名様に送らせていただきたいと思います。そちらに発送方法などを記入させていただきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、そしてツイッターのフォロー、リツイートをよろしくお願いいたします。はい、頑張りましたけど、いかがだったでしょうか。またね、あの2人とは対戦動画続けて撮らせていただけたら嬉しいなと思いますけども、まずは僕が頑張って、皆2人のレベルに達せるように頑張りたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。それでは本日はこの辺で失礼したいと思います。ごきげんよう。さよなら。